ストリートファイター筐体、ストリートファイターは、カプコンが1987年に開発、稼働した、2D 対戦型格闘ゲームであり、ストリートファイターシリーズの第一作である。本作のディレクター西山隆は、アイレム時代に横スクロール格闘アクション、スパルタン X をデザインした人物であり、本作は、その延長線上にある作品とも言える。アーケード版では、 ボタンを押した強さで攻撃の強弱を使い分ける専用筐体と6ボタン配置のものが登場した。シリーズ第1作である本作品はさほど大きなヒットとはならなかったが4年後に稼働したシリーズ第2作ストリートファイター2が大ヒットとなり以後シリーズ化されている作品によっては同社のファイナルファイトのキャラクターも登場する2003年には ストリートファイターシリーズ15周年として関連する様々な商品展開がなされた。これは1988年に発売された家庭用移植作品ファイティングストリートから数えたものであり、公式サイトにもファイティングストリートから数えて15周年であるという記述がされていた。2004年頃本作及びシリーズ作品の判検を カプコン USA に売却する。全世界でのシリーズ総販売本数は4300万本。幼い頃より様々な格闘技を学んだ若き天才格闘家、高志とそのライバル、拳。修行の末に独自の格闘スタイルを確立させた二人は世界中の強敵たちと戦うべくストリートファイトの旅へと出発する。目指すは格闘技界の頂点。 すなわち、最強の格闘家である。アップライト筐体の8方向レバーと、気圧式ボタン本作は、アップライト筐体とテーブル筐体の2種類が、発売された。アップライト筐体では、プレイヤー1人につき1本のレバーのほか、大きな2つの気圧式ボタンが搭載され、攻撃にはこのボタンを叩く。 このボタンを叩く強さに応じ、内蔵されている圧力センサで強弱を判定し、発動する技が弱、中、強の3段階に変化する。一方、テーブル筐体は1レバー6ボタンで、パンチキックそれぞれの弱、中、強に6つのボタンが対応している。ボタンが押された状態から離された時に入力判定が発生し、押しただけでは何も起きない。 アップライト筐体よりも、はるかに、コマンド入力がシビアであったり、昇竜拳が無敵になったりする違いがある。また、日本国外では、アップライト筐体でも6ボタン仕様になっているものがある。なお、アップライト版の筐体は、当たりゲームズ製である。シリーズ第1作、ストリートファイター及び、シリーズ全体を扱ったものを記載。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。ファイティングストリートに関するカテゴリー、ありがとうございます。